flame on next. I'ma keep it going today, nothing left, going today. ANGS イヤー3スプリット2お疲れ様でした。はい、進出できてよかったです。世界大会あんまないと思います。あんまない、あんまりない、はい、そうっす。自分たちも1周目はもう1位だったんで余裕かなと思ったんですけど、だんだんこけてって、もう最後もうめちゃくちゃ緊張しましたね、最後リージョンファイナル。はい、まあ今まで FC としての2回はファイナルに臨めず、僕が入るときもファイナルには確実に行きたいということだったので、今はやっぱコミュニケーション面を大事にして、みんなで声を出しつつ、その辺の連携をもっと高めていってるっていう感じですね。バリスティックは個人的にはめちゃくちゃ強いと思ってるんですけど、はい、まあ、そう、スクリーム、世界大会スクリームやって、ちょっと、まあ、入れるかどうか判断しようかなと思ってます。で、攻撃的な構成には多分変わりないと思うんで、うん、まあスクリーム次第ですね。なるほど、まあ、世界大会では僕がメイン IGL としてやっていこうと思ってるんで、うん、そこのまた IGL 変わったのでそこの変化見ていただけるかなと思います。まあでも一番はちょっと TSM のコーチのレイブンと交流があるんで、はい、まあ、ちょっと DSM、まあ、多分ホライゾン使ってくるんで、はい、まあ、そこの、まあ、構成も多分似てくると思うんで、そことは やりたくないじゃなくて、逆にやりたい、やり合って、どれぐらい自分たちの実力、選手3人がどれぐらいそことやれるかっていうのも見てみたいっていうのと、多分、ストーンポイントの方で初動ファイトするので、APAC サウスの DF と、EMEA、KCP、NA のダークゼロ、その3チームには負けたくないっていうのはありますね。負けたくない、やっぱり日韓勢に負けたくないですね。日韓勢では一番上取りたいなと思ってます。フナティックには負けたくないですね。世界大会でフナティック UA を目指したいなと思ってます。自分たちやっぱチャレンジャーなんで、世界組の中ではチャレンジャー精神なんで、自分たちが頑張っていくと。今回こそファイナル行って、ファイナル舞台で自分たちの力がどれぐらい出せるか証明しに行きたいと思うので、応援よろしくお願いします。 FC としても自分としても初めてのファイナルに行って優勝したいです。ファイナル行って優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。そうですね、ファイナルに、まあ、絶対に進出して、まあ、全力でぶつかりたいですね。プレーオフでのさらなる活躍を楽しみにしています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。